お疲れ様でーす。ただいま残業2時間半以上とゆきちゃんところから帰ってきました。今日の晩ご飯は昨日のあの300の大盛りご飯2つ 600g とカレーうどん2食でーす。ああもう疲れた。今日ね残業の残業だったんで帰り遅かったんですよ。でゆきちゃん待ってくれてねえよなーって思いながら、ただほら昨日そんなにねウエットしか食べてないじゃないですか。だから、ね、やっぱほら行動しないで、あのね、オシエ内蔵さんの言葉のように行動しないであれするんだったらと思って今日行ったんですよ。そしたらねゆきちゃん喫煙所にいました。喫煙所のゆきちゃん、でもね、動きが遅かったんで食べたのかなと思ったんですよ。そしたらね食べてなくて、もうもちろん動画にも撮りました。ね結構食べてましたね。あのというのも、あの昨日カリカリ少ししかなかったんですよ。でそれをもう全部あげる形でプラスエイム30かで、今日はあの昨日も入れといたんで、あのもうほんとガッてわしづかみ、まあ俺手がちっちゃいんであれなんですけど、でもねそれでちょっとだから昨日より多めにあげたんですよ。で最初食べててまたなんかバックステップして逃げたんですよ。と思って一応今日はあの総合栄養のチュールだけ、ダイソーはかけませんでした。したらね、ゆきちゃんね、もりもり食べてくれました。ダイソーチュールもダメなのかな、それとも。でも昨日はね、チュールだけでも全然食べてくれなかったんで。まあでも、今日は本当にもりもり食べてくれたから安心しました。んでね、すぐ帰ろうと思ったんですけど、やっぱりね、ゆきちゃんほら満足してくれたから、ついつい長居しちゃって。ね、今もう、見えるかな、11時18分。まあスマホがまたね、SIM カード刺さってませんって出ちゃったっていうのもあるんですけど、で一応まあ治って、まあ、さっさとご飯の準備に取り掛かってる最中なんですけど、で本当は明日俺サプライズで城ヶ島行こうと思ったんですよ実は。だから横須賀のボランティアさんにしか行ってなくて、ボランティアリーダーさんも、あとほらあのこの YouTube のおっさんの晩ご飯でも言ってなかったじゃないですか。実はサプライズで明日の朝、今大宮駅にいますとか今コンビニにいますって動画を出そうと思ったんですよ、サプライズで。一応ね一人だけその城ヶ島のこと言ってきた人がいたんで、いや実は明日土曜日行く予定ですって言って、だから金屋食堂の大将にもね言ってないんですよ本当に。あの横須賀のボランティアさんにしか行ってなかったんですよね。でああできた、やっとこれお湯で入れるわ。そうですね、それで今日の朝出勤したら上長が大盛りです、いや実はさ体調悪いんだよっていきなり言い出して、と思うじゃないですか。でなんか昨日の段階で8度1分あったらしく、ほんで怖くて今日熱測らなかったらしいんですよ。ほんでだからおかんがすごいっつって会社で測ったら9度1分、いや9度1分まずいっしょっつって病院行ったんですよ。でコロナじゃねえかって話になって、でもただコロナのなんか検査してもコロナではなかったらしいんですよ。ただ9度1分ってちょっと異常じゃないですか。で症状が明らかそのなんだっけコロナらしいんですよ。でも一応ね出てないんで、まあどうなるか分かんないですけど、それで明日休みが出勤になりました。で、ね、
あの明日じゃあ遅番なのかなと思ったんですよ。そしたら明日、そう今日も残業した理由なんですけど、あの明日は北海道フェアなんですよね。で北海道フェアの準備があって、もうやることがいっぱい、そうじゃなくてもいつもね忙しいのに、あまあそれもあって明日は、また今日と同じ10時から一応9時半で、ことによったらまた明日も残業かもしれません。で一応今自分今日で4日出勤なんですよ。でなんだっけ、今ほら新しい、人がいなくなっちゃって3番手だった人が休み明けなんですよね。でその人は無理が効くんですよ。で俺あと法律上あと2日しか出れないんですよ。だからマックス、月曜日か。ただそうなると休みの削ったりしなきゃいけないから、基本的には日曜日休んでもらうって形にはなるらしいんですけど、でもね上長次第なんでちょっとわかんないです。でもし仮に月曜日休んだとしても、ちょっと残業と連続出勤がちょっとダブルパンチなんで、いけるかどうかわかんないです。こればっかりはサプライズ抜きでちょっとねきついっすね。できた。だから次いつ城ヶ島行けるか全然見通しがつかないんですよね。よいしょ。本当はね卵落としたいんだけどね。よいしょ、完成です。今日の晩ご飯はカレーうどん2人前と、重いな、ご飯 600g です。ではいただきます。